アメクスチャンネル始まるよ。ねえ、わかんないし画像で、ただ僕のでは肉眼ではね見えるんですけど、どうもねやっぱりカメラとかだと映んないですよね。とにかくいっぺんちょっとエビんとこまで戻ります。渡りガニいましたよ。青ガニ。これ分かりますかね。ここ結構大きい。真ん中これだね。ちょっとねカメラ切ってねちょっと頑張ってみます。もうこれラストチャンスだ。ちょっと頑張ります。厳しい。逃げられた。あれでかかったよな。マジで近くにいねえかな。そんなに遠くに逃げたような感じじゃなかったんだよな。もしかしたらここの下にいるかもしれないんで、ちょっと岩がね、岩がここら辺、岩っていうか隠れるところがいっぱいあるんですよ。降りて手で取ったろかなというね気になってきましたよね。まあちょっと探してみます。いやー失敗したよ。たくやー初めから降りて取ったらよかった。ねえラストチャンスだったんですけどね。もう泣けてくる。あいた。あそこにも青ガニいた。これ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 わかるかな。ここちょっとここ、はい、降りて入ってみよう。ちょっともう消す。もうそれどころじゃない。ちょうどそこのところ。さっきね、逃がしたね。青ガニ、こんなところにいました。見えるかな？ちょっと。あれする。これっすね。これ。こいつでかい。ちょっと頑張る。消す。消すよ。やりました。手で取りました。わた、青ガニ。やりましたよ。ちょっとね、もう一匹いるんでね、もう一匹取ってきます。今度ここにいるんですよ、ここ。あ、動いた。やばい。ちょっと静かにしよう。ここに。もう長靴ももういっぱいいっぱいだな。そこにいるんですよ。ここ取れるかな。また手で行くか。これね、あ、でげえ。これこれこれ。ちょっと頑張る。でけえ、取った。うおー、ちょうどちょっとでかいよこれ。石ガニ抱えてますよねこれ。うおー、やべやべやべ。これすごい。これはすごい。もうカニパーティーできちゃう。だって手20センチはないけど10甲羅だけでも指ぐらいありますもんね。よし、これでも帰れる。ああ、もう疲れた。ああ、疲れた。いやいや、いるもんだな。ああ、ちょっと気をつけて上がります。やべえ。でげえの二つ取れたよ。超でかいよ。長靴履いとってよかったよ、これ。長靴履いてなかったらアウトっすもんね。よいしょ。いやー、大きいの取れましたよ。よかったー。頑張った甲斐あったよ、これ。こいつ、でかい。一番最初のこいつ。これはあんまり見づらいかな。ね。また、ちょっと、入れますが、大興奮っすよね。ほんで、今、カニをこいつを救った時に、
この石垣までくっついてきたっておまけ付きですよね。いやーよかった、来てよかった本当。うんね、また後でちょっと見せたいと思います。ではね、干上がったねエビちゃんのもう全然ダメですよね。もうここら辺はね、濁りに濁ってね何も見えないです。エビちゃん入ってんのかな、ちょっと見てみます。興奮がね冷めやらない、冷めやまらないですよね久々で。あーカニばっかかな、よくわかんねえ。あーカニがほとんどだな。まあでも石ガニもいてね、うん、怒るかな。うわ怒った、うん、石が入ってるから取ろうと思ったらめっちゃ怒っとる、うん、まあエビもそんな思ったほど取れんかったな。でもまあ面白かったっすよね。またねこれ休みになったらね、来なかんすね。とりあえずね31日休みだと思ったらねまたちょっとお仕事いただいちゃったんでね、お仕事はね、頑張りたいと思いますがね。いやーもうカニで大興奮ですよね。大きい大きい、あれはでかい、うん、よかった。とにかくちょっと、しまいます。いやーね本当最後の最後にね、カニねいっぱい取れて、いっぱいってことはないけど石ガニがとりあえず1個ここに入れといたのがポロッといって、ちっちゃいのがね。でも今ここに残ってんのが、1、2、3杯かな。ででかいの、これがね2杯、もう最後の最後でね台湾ガザミのでかいのやりました。もうね嬉しいですね今日は本当に。エビちゃんはね意外にね取れなかったというかね、もう干潮でねもうあれですもんね、あれが浮いてるようなね感じだったんで、仕掛けがね、でもねとってもね満足できたような気がします。今日はねエビちゃんはね、逃がしていきます。またね大量に取れる日をね、どこかで見つけていきたいと思います。狙いますよ大量。ありがとうございました。ほらハル君カニだよカニ、これ見て、ほれほれ、ちょっとつけたいで見たい。いやいいよもうこれ見なさい早く。どう、おおすごい、すごいでしょ。うんちょっと携帯で見たい。うん、おーちょっとこれが動いてない。うんちょっと触ってみ。怖い、うん、怖いよねこれね、うん、石ガニだ、石ガニじゃない、石ガニはちっちゃいのいるけどこれはガザミ、台湾ガザミ、うん、うん、パパ触ってみて。パパは何回も触ったのね、ハル君素手で取ったんだよこれ。スレってこうやってパクって怖かったんだよこうやばいやつ、うんうん、だけどね取らないとねね、うん、見てくれてる人がねいなくなっちゃうでしょ、うんうん、あいつ取れないって言って、うん、どう思う、どう思うわ、え、どう思わない、どう思う、うん、もう興味ない、もうない、うん、ないの、ない、テレビか。はい、おはようございます、鼻くそでございます。昨日ね取ったカニ、これやべえかな、お
なんか絡んでるよね、すごく。ここで、やばい、離してくれ。おお、そう、水かけたらどうなんだろう。下がったな、こいつ。おお、離さないね。どうしよう。まあ、スプーンでこじりますか。よいしょ。もう強えな。おお、あ、こいつら、やべえよ、これ。おお、おお、まず、こいつから測ってみますね。甲羅、甲羅15センチで、どうでしょう。こ、全長みたいの、足をピンと伸ばしたときに、どれぐらいあるんだろうな。30センチ以上あるな、これね。まあ、35センチぐらいはあります。で、こいつはちょっと小ぶりだけど、甲羅が14センチですね。うん。で、足伸ばした時はまあ、30センチ、まあ30ちょろぐらい。まああとはね、小ガニちゃんだけど、結構、こいつはオス？オス？おぉ、変わった。こいつメスのような気がしたんだけど、こいつオス？あ、こいつ、この子がね、この子メス。この子メス。完全にメス。こいつがね、おかしいんですよね。オスの割にはふんどしが、でかいんですよね。普通のオスだと、こいつ、オスだと、ふんどしが、おぉ、ふんどしがね、本来ちっちゃいんですけど、これ見えるかな、ふんどしがちっちゃいんですけど、えらい、こいつ、この子ふんどしがでかいんですよ。うん、まあとにかくね、これ茹でていきたいと思います。次にね、カニをね、締めたいと思います。締めるんだけど、締める刺すやつ、千枚通しみたいなのがねないんすよね。もうしょうがないんすよね。とりあえず、締めてく。これでげえっすよね。いい方ですよね。うん、どうすっかな、やっぱりこれ、いってんだよ俺。やっぱりこれ両方にします。これやばいんで、もう今ので僕の闘志がね、湧いてきましたよ。湧いたはいいんだけど、
ゴムで縛っちゃうか。ゴムで縛っちゃいます。これでまあ手は動かんくなったんで、あ、こいつら本当どうしようもないね。はいはい、うん、ここをね菜箸でつついちゃいます。うわ、もうこれで多分閉まると思うんですよね。もう一丁、よし、うん、今痙攣してるからこれでもう閉まりましたね。こいつ、こいつも君らは何なんだよ。あ、手取りやがったこいつ。この野郎ですよ。こいつ。こいつも、まあ、本当はたすき掛けの方がいいんですけど、今めんどくさいんでもうそのままいっちゃいます。これで、うん、おお、こいつはやべえ。おい、はい、閉まりましたね。よし、閉まりましたよ。ねえ、こいつ閉まってねえ。あ、こいつ閉めてねえ。閉まったか。自殺しやがったこいつ。なんだよこいつよ、死んだと思ったら。こっちもが、まあしょうがないですよね。とりあえずね、これで湯がいていきます。じゃあ煮立ってきたんでね、カニちゃん入れていきたいと思います。よいしょ、ね、でこの自節したカニでかいやつ、おー
やっぱちょっと刺すところがね違うんでね、実際あの締まりきってないですよね、まあ、しょうがないですよね、うん、はい、であとはね、大量になりました。はい、茹で上がりました。20分ぐらいね茹でました。はい、これをねざるにあけていきたいと思います。